どうも、東京トニーです。今回は文月光先生の愛より青しのティナ・フォスターを模写しました。キャラとしては博多育ちの金髪のアメリカ人という設定で、常に明るく周りを笑顔にして、でも実は主人公のことを思っている乙女らしい一面を持っている、そんな女の子になっています。このシーンは扉絵でピザを食べている構図になっています。ピザのチーズの伸びている感じや胸や服のライン、手の部分、髪の毛のふわふわした感じを見てもらいたいです。あと何気にティナ・フォスターの目が細めの笑顔ではなく、しっかり描かれていてティナらしい明るさが表現されているいい絵だなと思いました。バリすごかと思った人は高評価お願いします。またね。